これで授業はおしまいよ。自己紹介するわ。私は村田姫子。今日からあなたたちの教官を務めるわ。初めての実践任務に入る前にもう一度言うわ。いつか仲間が崩壊エネルギーに飲まれ暴走したら、迷わずその命を終わらせなさい。もしいつか私も。キアナ、あんたが目を覚ましたとき、すべてが変わっている。でも、諦めないで。何があっても諦めないで。この先、道はまだまだ長いけど、私は、もうそばにいてあげられない。私の旅はここまでよ。ここからは姫子、あんたの旅はまだ始まったばかりよ。